どうも、しげしげとみです。本日はですね、パズドラパスは買いなのかという話をしていきたいと思います。昨日僕たちちょっとロケで外に出てたんですけど、その間にですね、パズドラパス対象ダンジョンのリニューアルの情報が、はい、発表されておりました。リニューアルが5月8日からなんですけども、8日ダンジョン、18日ダンジョン、21日ダンジョン、22日ダンジョンとか、まあ何個だ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9つのダンジョンがクリア時に入手できるモンスターの数がアップします。でもう先に結論言うんですけど、はい、あのパズドラパスは未課金の方、ハイ課金の方ももちろんそうなんですけど、買いです。まあね、最近すごいですよね。最近もうどん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 良くなってますね、うん、で今回の内容もやばいんですよ。まず8日ダンジョン、まあ、これは非常にシンプルに2GP の数が増えます。1体から3体に。でかいっす。これでもでかいっす。でもまだまだこれから。18日は潜在玉ドラ、これ4種類なんですけど、4体ドロップするようになるので、これがまとめて全部複数ドロップする形になるのかなと思います。はい、まあ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 、ここまではまあ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 、これですね。21日ダンジョン、ドン。 HP 強化プラス、攻撃強化プラス、回復強化プラス、操作時間延長プラス、まあここまではあったんですけど、その下、ダメージ上限解放、 HP 強化プラスプラス、攻撃強化プラスプラス、回復強化プラスプラス、これ全部手に入ります。すごっ。21日8体、1体から8体になるから、これまとめて全部落ちます。すげえ。でこの下4つの潜在って、もう今入手手段が気候上でたまたま落ちるのだったり、あと1個で虹メダル3つかかったりするやつなんですけど、うん、はい、虹メダル換算したらこれ12枚もらってるようなもんですからね。3412ででかいぞ。これはぶっ壊れっすね。パズパスぶっ壊れっすね。で22日がこれね、4種類バランス、攻撃、体力、回復、まあ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 。で26、おーい、遅延耐性、属性吸収とか、無効貫通とか、この辺も全部まとめて6つもらえますと。6体。で27がこれまた4種キラー1個ずつもらえます。ここまでしてもらっちゃっていいのかなって感じっすよね。P も29日ダンジョン 2GP がもらえてる日もあるのに、これまた各属性1体ずつで5体かなもらえますと。で30日がノエル、で31日がキングと。すごいな。そう、まあこれより前にリニューアルしたので言うと、好きな降臨に挑めるようになってたりだとか、あともう過ぎちゃったんですけど、今日かな、今日のログインの時に虹メダルが1枚もらえるってやつだったんですけど、それが今月はパワーアップしてて、その1枚もらってクリアした後にメールでなんと27枚届いたりしてるんですよ。虹メダル28ってこと。そう、28枚もらえるよってこと。そう、何よそれ。パズパスやべえんすよ。ちょっとぶっ飛んでる。これでだって月額980円ですから。安いっす。めちゃくちゃ安いっすよね。別にあの回し物でも何でもないんですけどただただシンプルにぶっ壊れなんですよ、うん、お値段以上なんか、はい、はい、それが伝えたかったっていう動画なんですけど、だってその1ヶ月通してちゃんと毎日ログインしてる方であれば、まあ石回収しながらこうやって素材もガンガン確保できて、でもちろんあのクリアすると魔法石ゲットできるってやつだから、もう魔法石31個も手に入るし。確かに、いや、でかいな。めちゃくちゃでかいんですよね。どうすか、パズドラパス。え、いいんすかいいなら全然入りますけどね。ああ、まあ無課金でやってますからね、ここまで。一応ね、無課金で応援していただいてるんで、うん、まあ、ちょっとさすがに、はい、さすがにかな、さすがにかな、入りたいですけどね。まあ、そうやって無課金にこだわりのない方とか、ちょっとでも悩んでる方は、うん、もうあの下手に課金するより圧倒的にお得なので、
ズドラパス検討してみてください。全然中の人ではありませんけどもこれを紹介したかった。見逃してる方とかいたらあれだなと思って。意外と話題になってない気が。そうなんですよ。まあこの中身とかねしっかり見てる人そんなにいないと思うんですけど、うん、21日とかやばいからねこれ本当に。上限解放いいな。うん、上限解放だってさ、まあ気候上でさっき落ちるって言いましたけど何周すればいいのって話よ。気候上無理っすね。そうそうそうそもそもクリアが、そもそもね、クリアが無理だからこれ入ってけばもらえるんですよ、うん。で最近で言うと何覇王丸とかさ、とかクエンキヨとかさ、カンスト上限解放つけたいキャラってぼちぼちいるじゃないですか。いますね。でその度二次メダルと交換してたらね、あっという間に足んなくなりますから。ノア団の一番上とかね、はい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 、はい、めっちゃ使いません？使いますね。3つぐらい使わないと抜けないみたいな、うん、私は今それに困ってます。ああ、じゃあどうですか、パズドラパス。いや、入らないですけど。じゃあ一旦気候場回ってもらって集めてだるいだるい。でも本当にそうしなきゃですからね、うん、そうなんですよ、うん、で、まあ今日はこれがメインだったんですけど、まあ、5月のクエストとかも発表されております。はい、まあいつもの感じっすね、うん、チャレ中とか2個ずつあんのかな。あー、この間も2月とかかな、2個ずつとか来てたと思うんですけど、まあ今回もこんな感じで、まあ報酬はいつもの感じですけど、うん、普通に美味しいっすね、まあ、ゴールデンウィーク時間あると思うんで、うん、忘れずに忘れずに早いうちにやっておきましょう、はい。であとはこの動画撮ってる時はまだ出てないかなと思うんですけども、滞在流がぼちぼち来るということで、で明日っすね、魔法石55個もらえるんですよ。それはあのぜひ滞在流に突っ込むべきだと僕は思ってます。そうっすね、サムスピ渋いっす。サムスピは渋いし、はい、正直交換があるから確かにピンポイントで欲しいのは交換でゲットした方がいいんですよ。滞在流はまあ今回どうなるか分かんないですけど前回交換なかったんで、で、あとは、ハズレというか、サイリア以外も、ラマモアとか、バルディターンとか、強い。優秀なキャラめちゃくちゃいるんで、魔法石は、滞在流、おすすめします。滞在流って5個でしたっけ？ 5 個です。レアガチャです。いや、結構引ける。で、そう、レアガチャにもさ、どこだ？あれですよ、武器、あ、これか。これですよ。あー確かに、うん、レアガチャで出たキャラが今めちゃくちゃ強い武器になったりしてますから、うん、足りない分を、そう、そんな感じで話があっちこっち行きましたがパズパスはうまい。復唱お願いします、はい、パズパスはうまい。パズパスはうまい。5月のクエストは早めにやろう。5月のクエストは早めにやろう。明日の魔法石は滞在流へ。下の魔法石は滞在流へ。後ろで大喧嘩しています。後ろで大喧嘩しています。めちゃめちゃシャーって言ってる。何でさ、兄弟喧嘩です。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価、面白かったら高評価、面白くはないだろうな。面白くはないですね。よろしくお願いします。どうぞ。